私今日佐藤帰りの夜ご飯はこちらネギトロ丼でした。いやいやいや、みんなも好きですよねネギトロ。もう本当に嬉しくて、私このネギトロを食べた時の口の中を思い出して今までねおしゃべり会してた。嬉しい。でもマグロの大学入りたいぐらいネギトロ好きなの。はい、私からお知らせです。ネギトロ丼でした。マネージャーさんが持ってきてくれました。口の中はドロドロ。違うよ。で、ちょっと待って、あのさ、これね、開けてるのにさ、ショールーム始まる前にさ、手つけまいとね、ずっと待ってたの。え、それがね、私、あの、なんて言うんだろう、こう、なんとかの蛇、ことわざがわかんない、なんとかの蛇なんですよ。こう、目の前にちらつかせられたけど、食べちゃいけないみたいな。すごい苦しいので早速食べさせてください。いただきます。負けちゃった。え、無理。美味しい。あ、食べてないけど待って。美味しいって言っちゃう。え、美味しい。本当に美味しい。マジ本当のことよね。やめて。美味しいんです。意味わかんない。美味しい。美味しい。美味しいよ。蛇の生殺しっていうの、あ、そうなのかな。そう、今蛇の生殺し状態。いきます、いただきます。うん、おめでとう。ありがとう。発勝。そう、すごいね。もうね、負けを知らないジャイアンツ9連敗。マグロになる。おいしい。阪神ファンの。やばいな、これは。この美味しさ大丈夫かな、みんなに伝わってるか心配なんですけど。調子がおかしくなる。大丈夫かな、伝わってますか。すごく元気がいっぱい。いただきます。みんなそうなってる。みんなそうなってる。なんか幸せで、私ネギトロ食べてる。幸せで、時が一番幸せ。食べたことない人がいるの。え、もったいない。まあ、これか。なんかゆ太郎さんがブツブツ言ってるネギトロについて。すいません、すいません、すいません、すいません。ゆ太郎さんがネギトロの悪口言ってたから。気になりました。なんで違う、いや。いや、わかんない。あ、ゆ太郎さん。今ゆ太郎さんにうるさい判定されちゃった。でも美味しいんですよね。ネギトロ、ネギトロが中尾。中尾うどん。確かに。うどんもやばい。うどんはね。うどんもどうですか。美味しい。こんにちは。うん。やばい。配信した方がいいですよ。全然話すことがないな。やめようかな、配信。カオス。巨人です。みんな配信してるからカオス。配信してない。念願のネギトロ。なんかさ、おいしいね。何これ、初訪問とかさ、みんなは？みんなはまだ夜ご飯食べてないかな。そういう。え、やばい。待って、ネギトロの量増量されてるのか。なんかすごい分厚いんですけどネギトロが。やば。ちなみにここのねネギトロ屋さん、私が学生の時から通ってたところなんですよ。だからめちゃめちゃ嬉しい。ゆなこもやってる？ねえ、珍しい。ゆなこがやってるの。皆さん、ゆなこが配信してますよ。嬉しいね。煽ってる。ちょっと嫌味だよ。え、ゆなこ先月何回した？え、でもゆな先月何回したっけ、うん、
1、2回でしょ。私ね、3回しかしてなかったみたい。え、待って、それありましたわ。いや、でもカホはさ、あれじゃん、風邪ひいてたじゃん。カホより、先月だよ。あ、そうや。カバーになんなかった。やばい。なんでよって言っちゃった。適当。本当に帰りって適当。ほんの。帰りわさび入れた？入れてないです。あ、入れますか？私入れない人。あ、入れないんだね。わさびとか生姜とかは入れない。あ、でもどっちでもあってもいい。おいしい。これどうすればいいんだろう。なんかどういう落とし前をつければいいんですか、私が。うん、おいしい。落とし前っていうか、なんか私がこんな、私がこんなに美味しいお料理を食べてることが申し訳ないから、どういう落とし前をつければいいのかなっていう。ちなみに今日の朝ごはんはカップラーメンだった。カップラーメンやめようやめようって思ってるけど、やめられない。やばい、私どうしよう。このネギトロ食べて6部と7部出ないで帰っちゃったら。やばい。ごめんね、まあ、帰らないけど。おいしい。そのまま来たかも。ネギトロ食べたくなってきた。食べて。まあでもそんなことはしませんよ、私さすがに。それはね、クビになる。みんながかわいそう。おいしい。だるまありがとうございます。いい顔ですね、ありがとう。あ、そう、このワンピースじゃない、このメイド服はユナコから借りしました。そうなの。いくらのお洋服から高いなって思う。意外と夢が多くて。おいしいよ。待って、ネギトロが多い。遊びにドラケン、ご飯とか。危なかった。なんか今すごいもったいないことしちゃったんですよ。こう口の中に入れる量を間違えちゃって、ネギトロ多くしちゃったの。そしたらもったいないって思って、そう、比率重視してるんですよ。あと根性しろぶさんもしたな。調節しました今。一口ください。私もゆきちは一人ぐらいの弱になっちゃうんですよね。一ゆきちは必要だよね。比率教えてあげる。このくらい、6、4ぐらい、6対4。メンバー以上でも全然いい。もうなくなっちゃう。なぜモノマネができるんだろうっていう。なくなっちゃう。あと6分の1しかない。めっちゃ美味しい。ねえ、個展のフォロー始まって。面白い。本当に。でもそろそろ買いなきゃ。美味しい。
行きます。ちょっとあと無言で食べていいですか、集中したいから。ちょっと最後の3口ぐらいだから。でもやっぱりね、お話メインをお話ししなくて、普通にお話ししたら時間が終わっちゃうみたいな。意外とってない。ミユミユは今日服着てるの。なんかいつもは着てない。いつも全裸で。何ですか。ミユミユいつも全裸でヨガをするんだけど、今日は本当は全裸一みたいな。はい。今日はミユミユ全てを持って、そう、安全に。終わっちゃった。終わっちゃいました。ごちそうさまでした。初めて見たミユミユ。終わっちゃった。そんなことないですよ。英語のポジティブな英語を全部今日。元気だから。そう、全員ネギトロ。でもなんかメンバーにもネギトロの良さ、美味しさ伝わって嬉しい。ヤヒとかもね、好きなんだって。ヤヒもね、あのテラヒナもね、ネギトロが好きらしい。うん、完食おめでとう。ありがとうございます。お祝いしてくれる。私はもう小さい頃から親にありがとう。とりあえず箸だけは一応頼むけど、あのなんかね、こうお仕事があった時にマネージャーさんがおにぎりを何個か買ってきてくださったことがあって、その中にネギトロがあったんですよ。すいません、ちょっとあまりの興奮で。すいませんね皆さん、私が一番冷静なんですけど。わーいって喜んでる。え、嬉しかったですか。画角回転して喜んでる人いるんだけど。あ、でも食べたの。あ、終わりました。もうネギトロマニア食べるの。ネギトロマニア。それで、あのおにぎりが何個かあって、まあイクラとかスジコとかワカメとかで、その中にネギトロがあったんですね。それで私がネギトロを取っちゃったわけです、まあ、食べちゃったわけです。そしたらなんか隣のヤヒがなんか、なんか私もネギトロ食べたかったみたいな話をね聞いて、えっどうしようって。私まさか、だってヤヒは2個年下なんですよ。2個年下のネギトロ食べたい子に譲らずに私優先的に取って食べちゃったって思って、すごいそれがね心残りで罪悪感で申し訳なくて、だからまあ今度ネギトロを食べる機会があったらヤヒにちゃんと譲りたいなって思います。見損なったよね。私もちょっとさ見損ないました。自分をだってネギトロ好きならさ、そこはね一人でも多くの人にネギトロを食べてもらおうみたいな気持ちが出るの方がいいのにね。すいません、ここで言ったことで続け直せてください。ここで皆さんに公表したことで許してください。ヤヒコに今度ネギトロを送ります。でも美味しかった。でもネギトロ好きすぎて。この後の部に参加される方はじゃあネギトロとかについてね語ろうね。ぜひ自分がネギトロ好きかどうかとか、初めて食べたネギトロはどうだったかとか、ぜひ教えてください。あと一番好きなネギトロの何場所、場所というかどこどこのネギトロが好きみたいなお店を教えてください。私はもちろんね、ありますよ、行きつけのネギトロ屋さん。
東京なんですけど、そう、ネギトロ縛りでお願いします。他の食べ物の話はしないでください。スキヤの円盤丼、円盤丼。今日ね、あのメイドさんでね、カチューシャしてたんだけど、ちょっと私の顔がでかすぎて、このカチューシャが、カチューシャとの比率が変、顔がでかい。ウオベが一番おいしい。次のおしゃべり会でネギトロ愛語ります。え、よろしくお願いします。あ、クマありがとう、ありがとう、クマ。中にはすごいこだわりのお寿司屋さん行ってきました。いいですね。なんか私のファンの方さ、海鮮めっちゃ好きな人多くないですか？逆に海鮮苦手な人いますか？え、なんかさ、私のファンの方、え、なに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 、これなに、これイースターエッグ、うん、なにこれ、すごい私のファンの方ね、お寿司屋さんとかすごい行く方多い、多くなった。私が多分ネギトロ好き好き言ってるから。え、苦手なの？オプション？あ、そう、これオプションですなんか実は本来ネギトロを食べるところを見せるのも有料なんですけど、まあ、今日はまあ私の気分でお見せしました。嫌なのは弁慶、あ、弁慶ね、弁慶のネギトロも美味しかった。なんかで弁慶のネギトロね、ネギ乗ってなかった。でも多分そのネギの分もあのトロの方に注力されてて、なんか光ってた、なんかネギトロが光ってた、表面がテロテロしてたそれでなんかあのネギトロって結構ピンク味が強いじゃないですか。弁慶のネギトロちょっと赤っぽかった。美味しかったです。みんなも行ってね、劇場の前にあるから、ね、そうそうなの、ネギ乗ってなかった。これをね、魚は大丈夫だけどタコがイカ、私もね、あのね、あのお寿司屋さんでタコとかイカとか食べたことなかったんですよ。でホタテとかもなかったんですけど、なんかある日食べてみたらすごい美味しいことに気づいて食べれるようになった。だから多分食べるまでの第一歩大事。あ、そうだね、ネギトロじゃなくてマグロのたたきっていうのか。ハートありがとうございます。みんなはさ、一人行ってくれるじゃん。ありがとう。銀座、え、銀座行きたい。え、私銀座行きたいです。なんかどうやって行けばいいんだろう銀座のネギトロが食べたいです。銀座行きたい、銀座のネギトロ食べたいです。どうすればいいですかどうすればいいですか。なんか菜々子さんに田舎者って言われたんですけど、え、なんか美味しいらしいです。行きたいです。菜々子さんが、菜々子さんに行ってたって、菜々子さん連れてっていただけますか。銀座の、はい、やだよ。いや、やだやだってやだ。あれ、あの月島、あ、月島って何、月島って何だよ。あれ、海鮮は豊洲、豊洲、え、美味しいんですか。美味しい、行きたい、行きたいです。もんじゃ食べたい。本当に私全然なんかそういう美味しいネギトロとか好きな食べ物とか食べれるなら交通費も惜しまないです。往復2万円。いや、惜しみませんよ、それで私食べれるなら。いや、いい、それは惜しまない、惜しみません。2万円までなら大丈夫だから、東京は大丈夫。めっちゃ嫌だ。お願い、ネギトロに2万円。いやいやいや、それで美味しいなら全然、絶対後悔する後悔、後悔する。ありがとう。あ、タコありがとうございます。絶対そう、大阪はちょもうちょっと高いじゃないですか。大阪は4、あの
新幹線で行くとさプラス2万円ぐらいですか。青森、え、青森美味しいの？ゆなこんち行ったついでにネギトロは量より質ですか？だってあ、質より量、違う、量より質です。うん、そう違う違う、ついでじゃないよ。え、なんかでも私の妹もこれぐらいネギトロが好きで、あのなんかよく家族でお寿司屋さんとか行くんですけど、なんかお父さんとかがその私たちに呆れてて、今日はネギトロ食べちゃダメって、いろんなお寿司を食べなさいって言ってくれるんですけど、なんか私と妹はやっぱりネギトロが好きすぎて毎回、まあ、ほぼネギトロしか食べないっていう。そうなの、ネギトロなの。あ、北海道も美味しいの。待って、北海道って何円かかるんだろう。北海道いいですね、行ってみたいけど、どうなの、高いもしかして。北海道ってどうやって行くの。どうやって行くんですか。泳いできます。行けます。どうしたら行けるの。なんか北海道でオンラインおしゃべり会とかすればいいんじゃない。なんかお仕事と兼ねてそういうとこ行きたい。あのなんか HKT さんがなんかトーク会、オンライン、あ、オンラインじゃない、オンラインじゃない、オフライントーク会みたいなしてるじゃないですか。それタライブね。飛行機かフェリー。あー、でもなんか飛行機乗るなら新幹線がいいかな。なんか飛行機って乗るの大変じゃないですか。なんか検査とかしなきゃいけないじゃない。私それがね、そう、長いって感じちゃうから、だったら新幹線かフェリーが、うん、そうそう。おお、センキュー。どうなんだろう。あ、まあでもフェリーの方がちょっと遠いか。そう、いや新幹線でも、あ、新幹線じゃない、飛行機の方がもしかしたら早いのかも、早いかもしれない。ちょっと長い検査、疑わないでほしい私のこと私別に変なものをさ密入しようとしてないからさ、そういう検査とかしなくていいのに疑われるから全部食べたって挑発されちゃう。そういうとこ大好き。そうだね。でも、あ、フェリーとかなんだっけ、船とかはそんな検査、深い検査ないよ。どうなんだろう。大宮系。あー、そうなんだ。あと私ユッケも好き、ユッケとノドグロとサーモン新潟、大宮、東北、北海道新幹線。あ、かわいい、ありがとう。そうだね、お仕事でまたいろいろ行けるといいな。成人男性、なんかもう最近さ、まあ、コロナ禍なのもあってお仕事であまり県外にお邪魔できなくて、県外のファンの皆さんもさ、やっぱり NCT が自分らの県に来たって嬉しいじゃないですか。だからいろいろなところ行きたい。金のかかる女違うんですよ。いや、あのその代わり日常生活はセーブしてますよ。もう合流してませんよ。ハートありがとう。あー、なんか、駅弁とかでネギトロがさ、いっぱいあるやつとか。柏崎行くよ、よく行くよ。麺好きかわいい、ありがとう。ゆなこ、
来てきてほしい。ネギトロに2万円、なんか2万円までならネギトロに出せます。でも銀座行きたいけどね、銀座で。それなんかさ、指先でつまんで食べるの。すごい。衛生的にいい。ありがとう。さっきもちょっと足を。よいしょ。シルバーのエピソードとして話してる印象って。この格好で銀座ってどんな格好していけばいいのかも分かるの。どうなんだ。いや、あの新潟市の美味しいお寿司屋さんとかネギトロ屋さんは結構行き尽くしました。埼玉里見のネギトロがその新潟市のチェーン店では一番美味しかった。あとなんだっけ、マリンピアじゃなくてティアバンダイのネギトロ、テラードマリのネギトロも食べた。美味しかった。増えた、確かに増えたかもしれない、みんなに。でこれはえ、銀座ってドレスで行くものねえ、銀座ってドレスで行くの、誰か教えて。何の格好していけばいいのえ、銀座って着物着ていけばいいの何着ればいいの、教えてよ。とうとう、カバスをね、進出しなさい。メイクポーチなんじゃん、カバスを。何何着ていけばいいの、それはやばい。ドレスで行けばいいの。え、やっぱりそうなんだ、そういうところなんだ。メイド服でも大丈夫。そう、ヒロがね、今すごい格好してるから。あ、メイドね。飾る場所がなくなっちゃうから時衣装、それはどう。でも汚れないか心配、汚しそう。こっち白いから。カイリーちゃんが出てる声まだ見たことがありません。来てください。そんなもこうなっちゃって。でね、飛ばしらないし海語りで潜った格好。あのスーツでいいの、あのウェットスーツ。なんだっけ、侵食し始めてる。次の花かまらん台本は寄せ木だと聞きました。え、なんか、まあ、ちゃんと覚えてないんですけど、まだ春かまらんの台本が新しくなりました。期待しててください。13日だっけ。13、合ってる。かえりちゃんの、え、なんか私のファンの方さ、なんか私の出てる公演見たことない人多すぎ問題じゃない。なんで見たことないの。そう、なんかささっきもいらっしゃったんですけど、カイリの公演を見たことがない。はい、だって。はい、どういうこと。平日だし、わら、どういうことですか。今年出て見てないだって。ちょっとやばいよ今年さ。なんですれ違ってるの。なんかさ、逆に私がいない公演には入ってるみたいな、悲しい。あ、4月9日5部よろしくね、よろしく。1回しかないだって足りないね。そう、私土日おしゃべり会が多くて、なんか全然公演とかないんですよね。平日が多い、休みに合わない。合わせて、僕たちはすれ違いなんです。やっぱりすれ違いの、その程度の関係値だったんですか。私たちは公演の日にちがないからって言って行くの諦める、他の公演に行く、その程度なんですか。半年公演に入ってません。もっとざわざわしたい。ざわざわしてください。
大体生のカイリちゃんを見たことがない。それ大問題だよ。どうするの、生のさカイリちゃんを見てさ全然好きじゃなかったらどうするの？それとも生のカイリちゃんを見てもっと好きになったらどうするの？どうするの？新潟片道4時間かかる。え、遠いわ。違うって。それは遠い。違うって。やっぱりみんな同じ県に住むしかないね。さっきも言いましたよ、ちなみに。ハートありがとう。すごい楽屋にぎやかでしょ。あ、卵もありがとうございます。もうさ、みんなショールームしてる。生のカイリちゃんってどんな子だろう。え、なんかどうだろう。でも変わんないけど。え、私ってどうな感じですか。どうですか。カイリちゃんって実在するの。あ、一応実在してます。一応います。カイリは生が一番ありがとうございます。本当に架空の存在。そんなことない。ネギトロを持ってきてくださったマネージャーさんだね。イリさんの箸でやるんで。あのね、ネギトロを持ってくるために来てくださった。テイクアウトだからありがとうございます。関西の血が騒ぐ。え、でもわかんない。画面越しの方が可愛く映ってる可能性もあるし、実際で見た方が可愛い可能性もあるし。サンヤはカイリちゃん恐竜っぽいって言ってたんだってね。それ悪口どういうこと。私恐竜に似てるの。ちょっと詳しく聞きたいところですね。おー、ハートありがとう。どうなんですか。私って実際に見るとこうやって画面越しだと違うの。ね、なんで恐竜に似てるの。最低な41歳だ。おしゃべり会なんか細く見える。え、顔が顔が細く見える。それ問題じゃないですか。ねえ、恐竜じゃないよ。でもサイヤにはね、あんまり声の大きさで注意されないわ。実際見たら映像で見ればめっちゃ可愛い。ありがとうございます。スマホによるのかも。え、なんか何、膨張じゃなくて何、縦に引っ張られてるの。ハートありがとうございます。役年らしいですよ。役年ですよ。そうやね、仲いい。同い年だから00ラインだから。そうだよ。あー、ハートありがとうございました。ざわざわ何ざわざわしないで。カイリちゃん両方可愛いのだ。押し始めてからまだ会ったことない。声はいつも大きい。とても同い年。え、同い年なの。私とちかなとみゆとさあやとまなとななみが同い年なの。え、この世代多いんですね。一番 NCT で多い世代なんですよ。しかも驚くべき事実なんですけど、私その中で一番年上なんですよ。やばくないですか。8月生まれなんですけど、ダントツで私が年上なの。私が最初に22になる。それは大変。え、結構大変です。だからあの、私が一番最初に二十歳になった時にはこう、あ、みんなをみんなを引っ張っていく大人として頑張ろうと思いました。これから私が最初に22になるから、そう、22歳の女性はこんな感じだよっていう姿を残りのミュート力と並びとサーヤとマナにね見せなきゃいけない。達成できる。やるね、ありがとう。だって年上なんだもん。
びっくりだよね。なんかさ、しかもこれからもっと若い3期生とかがさ来るとさ、もっともっと私が年長メンバーになっていくから、そう背中で語ろうと思います。そうなんか私はでも背中で語るタイプなんですよね。こう表で語る。何言ってんの？違う。帰りが隣で私は背中で語るタイプって言ってるんだけど、私はなんか先輩こそ背中で語るタイプ。何言ってんの？いや奈々子さんは背中で語るタイプじゃないです。表っていうかこう正面で語るタイプ。奈々子さんは帰りは？いや私は背中で語る。自分で言わないから普通。自分で私は背中で語るタイプ言わないから。背中で語るんですよ私は。何語る？なんか奈々子さんってなんか本当になんか声を出してこうなんか本当にお姉さんなんですよ奈々子さん。なんかもうびっくりする。なんかこうフリーとか合わせる時になるとなんかここはこうでってこう私たちから声を上げにくいこととかも全部先生に言ってくれて、でなんかあると罰金ねって言ってこうなんだろう、こうマイルドにこうまとめ上げてくださるんです。それが多分正面から語ってる方なんですけど、だから私はなんかそういうの言えないタイプだからこうなんだろう、裏でというかなんだろう、こうみんなのいる前とかじゃなくて裏でなんかこう先輩らしく、そうですよ、裏を牛耳ろうかなっていう、帰りは3期生の方裏で牛耳らしいです。そういうことです。でも背中で語るタイプのこと自分で言わないから絶対言わないんですか？言わないから言わないのか。裏で言うのも怖いよね。確かにちょっと裏で、はい、誰が先輩っぽくなるかな。あ、2期ですか？ゆなこ、ね、ゆなこはちょっとねなんか笑って見せてくれたりとか。え、ゆなこがさ、はい、集合とか言ったら笑っちゃう。誰も集まんない、誰も集まんない、絶対面白そうな話してますね。ななみとあとちかなとか、でもそれこそひのとかも、あ、かほ、かほも。ひの。今私真剣な話してるから巻き込まない。ごめん。すいません。今マシモさんに怒られます。すいません。怖い。はい、でそれ帰りがななこさんのこと誘導したんですよね。違います。ななこさんです。なんで誘導、私が先輩を誘導するんですか。まあでも確かに先輩風。みんな先輩風吹かせて。ゆなこ3期生やりたい。すごいショック。それやったら、え、ショックですか？一回やらせてください。一回やったらキス。一回だけでいいの？3期生か。え、でもひのとかさ、すごい3期生にいっぱい。あおちゃんとか冷静に言いそうじゃない？ああ、あおちゃん結構変わると思う。そうだったなって思った。あおちゃんね、そうじゃあ冷静になんかこれはこうですとか言いそうです。あおちゃんね。私も全然あれやりたいです。歌講座。やってほしい。すごい真面目だ。いいです。私の NCT にいる間の目標はあれです。後輩で歌唱力で戦える子を出すことです。ねえ。なんか鳥肌立った。すごいね。バカにしてるよね。暗い顔しちゃうんで。最近危ないから帰りが
そうなんです。でもなんか今こう一期生さんと一番お話できるのはののこさんの気がするんですよ。やめてください。いい距離のいい距離なんでですか。私から帰りを話してだからののこさんに私育ててもらってるんですよ。だからいやいや育ててもらってて。え、本当ですか。嬉しいです。ちょっとやっぱり猫かぶってありがとう。どう違うんだよ、どっちの方がいいか育ててもらってます。いや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 、違ったわって思われてるから。あ、意外とそういう感じ。どういうマシーかえりちゃんのモノマネうまい。え、なんか今日カゴがさ、こうおしゃべり会の企画でなんか人のモノマネするみたいな、そうやつをずっとやってて、なんか私のあのマネとかもちょいちょいやってて、でもマネしやすいよね。でもかえりなんか私が横目でチラって見たらもうこうやって携帯してたから、なんかこれやったら殺されるかもしれないと思ってちょっとひよった。全然いいよ。うん、熱っ。でもかえりは本当にやりやすい。なんかやっても怒らない。え、全然、え、全然やってほしい。怒るの？いや、怒りますけど、怒りきますけど、でも全然モノマネとか3期生とかにもやってほしい。やらないのよ。誰もやらないから。でもちょっとヒノは似てなくないですか？え、似てる？え、そんなことないよ。いや、これはやばい。これは私じゃない。あ、でもそうやってモノマネしてくれるのってすごい嬉しいから、なんか後輩のみんなとか。NGT 変わってるとしかいない。そんなことないです。そう、でもね、嬉しい。何かして多いと思うじゃないですか。でも意外と夢が多い。あ、でも夢めっちゃ似てると思った。そう、なんか本当に似てる。なんか夢ってやりにくいじゃん。なんか特徴、なんか私ほど特徴じゃないからさ、だから特徴あることというか、私は特徴があります。分かってるんだ。でも夢のモノマネがすっごい今までで。いや、今ちょっとおしゃべり会でやってるから、ね、そう、有料なんだよ、ゆなこ、ね、ダメ、オプションだから、コンテンツだから、そうだよ、ちゃんと払って払う、払う、1000円払う、高い、高い、いつからのこと、高い、高い、高い、最近もお前さん、ブレートツインどう思う？もう話でも真逆で、ね、わかる、何聞いてるの似合うよ、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 似ね、かわいいもん。ショールーム中に なんか髪の毛の質問してるヒノが本当にかわいい。ヒノさんと2人で夕日眺めじゃなくていいから。なんかミワルさんがミワルさんがなんか夕日を見せる。綺麗、とても綺麗だミワルさん。スワさん見なくていいです。ミワルさん、待って、夕日綺麗。すごい。言わないですか。すごい。綺麗だね。超綺麗。綺麗だ。すごい。すごい。え、あんなに太陽って大きいでしたっけ？大きいでしたっけ？え、なんかでも、あ、すごい。え、すごい。なんか綺麗だ。ずっとさっきからそこにいるじゃん。なんか美晴さんがすごいどうしても夕日を私たちに見せたいらしくて。でもさやと参加したんじゃないですか。実はちょっとさやとやりたいなって思った。いいよ、さやちゃん同じ夕日を見れてるし、ありがとうございます。何時から、ひろなさんありがとうございます。とんすけさんありがとうございます。五代優作さんありがとうございます。レイヤマさんありがとうございます。文吉さんありがとうございます。リアさんありがとうございます。坂井修一さんありがとうございます。ひろぽんさんありがとうございます。ぼんたかさんありがとうございます。しんいちさんありがとうございます。文星さんありがとうございます。東吾さんありがとうございます。そして1位が新潟和さんです。ありがとう、ありがとう。では5と6部と7部もよろしくお願いします。バイバーイ。もう少しで次の部がありますので、皆さんいらしてください。ありがとうございました。13位